熊本都市圏の実力は、熊本市のベッドタウン最強はどこか、政令市の熊本市を中心とする熊本都市圏のベッドタウン人口上位5都市の実力を検証する企画です。今回も論より証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、経常収支率は大津町、小売業売り場面積は菊陽町の勝利、地方税は甲子市の成果値、加地内入間人口密度は菊陽町の成果値、出生数は甲子市の僅差値、ゴミのリサイクル率は菊池が圧倒、甲子市と菊陽町が揃って勝利。2試合目、製造品出荷額は甲子市の競り勝ち、15歳未満人口は甲子市が高い、卸売業従業員数は菊陽町、製造業荒付加価値額は甲子市、宿泊飲食業売上は菊池市、農業畜産は菊池市、甲子市と菊陽町が揃って勝利。3試合目、財政力指数は菊陽町の僅差勝ち、製造業従業者数は菊池市の競り勝ち、卸売業年間商品販売額は菊池市が高い、複合サービス業売上はデータ不足、人口密度は甲子市の競り勝ち、製造業現金給与総額は甲子市の僅差勝ち、甲子市の僅差勝ち。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点6、3位は勝ち点3、4位は勝ち点1、5位は勝ち点0で計算していきます。最大人口の甲子市が圧巻の3連勝スタートです。4試合目、地方税は甲子市の競り勝ち、経常収支率は大津町、農林漁業売上は菊池市が強い、金融保険業売上は菊池市の僅差勝ち、出生数は甲子市の僅差勝ち、昼間人口密度は菊陽町の勝利、甲子市の勝利。5試合目、小売業売り場面積は菊陽町の勝利、全産業売上は大津町が高い、15歳未満人口は甲子市が高い、製造業従業者数は菊池市の成果値、実質交際比率は甲子市、1万人当たりの建物火災の少なさは甲子市、甲子市の勝利。第5試合終了時点の順位、甲子市が脅威の5連勝、宇土市はまさかの5連敗です。6試合目、運輸郵便業売上は大津町の勝利、課税対象所得は甲子市の僅差勝ち、複合サービス業売上はデータ不足、地方税は甲子市の競り勝ち、昼間人口密度は菊陽町の競り勝ち、昼間人口比は大津町の競り勝ち、菊陽町の競り勝ち。第6試合終了時点の順位、3位争い、大津町が菊池市との勝ち点差を1に迫っています。7試合目、製造業従業者数は菊池市の成果値、建築工事費は菊陽町の成果値、加重地入間人口密度は菊陽町の成果値、小売業従業員数は菊陽町の勝利、一般病院数は甲子と菊池、卸売業年間商品販売額は菊池市が強い、菊池市が接戦を制しています。第7試合終了時点の順位、首位甲子との勝ち点差を10にまで縮めたのは菊陽町。8試合目、課税対象所得は甲子市の僅差値、工業はデータ不足、加重地人口密度は甲子市の成果値、製造業現金給与総額は甲子市の僅差値、小売点数は菊池市の成果値、小売業売場面積は菊陽町の勝利、甲子市の成果値。第8試合終了時点の順位、宇土市が悲願の勝ち点1をゲットしています。9試合目、加重地入間人口密度は菊陽町の成果値、人口密度は甲子市の成果値、生活関連娯楽業売上は菊陽町が強い、財政力指数は菊陽町の僅差値、宿泊飲食業売上は菊池市の成果値、製造業荒付加価値額は甲子市の勝利、菊陽町の圧勝。第9試合終了時点の順位、2位の菊陽町が総ポイント数だけはトップに立っています。最終戦、地方税は甲子市の競り勝ち、昼間人口密度は菊陽町の競り勝ち、建物火災の少なさは甲子市、複合サービス業売上はデータ不足、医療福祉売上は甲子市の僅差勝ち、農業産出額は菊池市の圧倒的、甲子市の快勝。
全10試合の最終結果が出ました。甲子勝ち点85、菊陽町勝ち点71、菊池市勝ち点36、大津町勝ち点19、宇都市勝ち点1。7回1位の甲子がポイントでもトップを奪い返す完全優勝です。菊陽町は4回1位の余裕の2位を確保、菊池市は6回3位の注意力で3位、大津町も5回3位ながらも2位以上がなく4位止まり、宇都市は9回5位ではなすすべなく最下位でした。熊本都市圏では人口差はあるものの、その人口差以上に甲子がトップ、菊陽町が2位という結果になった感があります。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。